はようございます。ゆみちゃんです。うちダメです。はい、ゆみちゃんおはよう。今日も元気にやってます。こっちで遊ぶんだよ。ねえ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 、ゆみちゃんそっちじゃない。わかった、ゆみ食べる。はい、今日はプレゼントが届いておりますということで、ゆみちゃんにいいものあげるから取ってくるよ。おいでおいでおいで。うん、来ない。取ってきます。さあ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 、はい、ゆみちゃん、なんでしょうこれ。お家にこういうものが届きました。ドン、ペトコトフーズ。実はですね、ミミちゃん、あ、ちょっと、ここ食べないでね、さっきね、ラベル剥がしたんですよ、ジュースとかあったんで。はい、実はですね、ペトコトさんがですね、ワンツーワンツー。まあ皆さんご存知の通り、実はミミちゃん、最近アレミッケっていうね、アレルギー検査キットで、結構精密なアレルギー検査をしたんですよ。その時に、あ、どっか行った。でその時に、まあ、かなりのアレルギーの種類があるっていうのを発覚してしまいまして、まあ、フードとかを全て、おやつもそうなんですけど、一新したんですよ。で、ただ、まあ、実家に帰ったっていうのもあって、もう元々偏食の子で、全然食べない。俺、どうしたんだろうね。偏食っていうのがまた戻っちゃって、で、それを見かねた、ペトコトさんが、今回ちょっとこのフードをね、ミミちゃんに送ってくださいました。ということで、今回はこちらの、ミミちゃん、そっちじゃない、そっちじゃない、これもっといいやつだよ。ねえ、ミミちゃんがこれほんともっと好きなんだよ。ねえ、こっち、立てたらどうだ、立てたら。立てても興味ない。はい、ということで、ちょっと開けながら喋っていきます。こっちの方がいいやつだよ、ミミちゃん。うん、違う。はいはいはい。はい、ということで、ちょっと開けていこう。みみちゃん開けちゃうよ。大丈夫？何が入ってるかね、みみちゃん、何だと思う？ということで、今回株式会社ペトコト様よりいただいたペトコトフーズ、ちょっとね、開封していきます。まあ、ぜひ、みみちゃんにね、試してみてほしいっていうことで、いただいたんですけど、もともと実は僕もペトコトさん知っててね、会社自体の存在も知ってて、どういう取り組みしてるかっていうのね、まあ、なんとなくは知ってたんですけど、結構ね、いい、素晴らしいなと思えるような、動きっていうのはされてて、まあ、SDGs の取り組みだったりとか、保護犬、保護猫とかの里親のマッチングのプラットフォームとか作っていたりとかして、まあ、結構ね、素晴らしい会社様です。それも知ってたんで、そこお願いしますっていうところで、まあ、今回お願いして、まあ、こういうところもそうですよね。送ってくる段ボール一つにしても、こういうところの意識っていうのがね、やっぱり高い企業様なので。ということで、開けていくぞ！開けるよ、みみちゃん。やっとこっちに興味くっついた。オープン、じゃーん。かっこいい。ハローフレッシュ。いいですね。ペトコトさんはね、フレッシュフードっていうところ、まあ、手作りご飯に近いものっていうところで、まあ本当にワンちゃんの健康のことをしっかりと考えてくださってるところなので、すごくミミちゃんにとって優しいフードですね。ミミ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 舐めてる舐めてる。ミミちゃんまだ食べれないそれ。まだ食べれないよ。かわいい。こんな感じ。一つ一つにね、名前が入ってますね。で、ミミちゃんはアレルギーがあるんで、その関係で今回いただいたのが、これ、ポーク。そして、もう一種類、こちら、フィッシュ。この2種類をいただきました。他何が入ってるんだろう？なんか、結構重たいんで、下にもフード入ってるのかな？ミミちゃん、届いてください。バン！おお、しっかり量をたくさん送ってくれてる。まあ、ミミちゃんとかはアレルギーがあって、まあ、この2種類になってるんですけど、全部で4種類あって、他のやつ貼り付けておきますって、どんなものがあるかっていうのは。で、ペトコトさんの素晴らしいところって、ワンちゃんのフード診断がついてるんですよね。フードを手にする前に、自分のワンちゃんの情報を入力していって、どんなフードが適正なのかっていうところを、そのベストチョイスっていうのをね、してくれるんですよ。だから、どれぐらいあげたらいいよとか、これをあげたらいいよとかっていう提案とかもしてくれて、すごく便利なんで、これちょっとまた後ほど紹介しますね。で、うちも実際にやってみて、これを提案いただいた、で、送っていただいたっていう流れになってます。だから、アレルギーの方でも、ちょっと、フードの知識がなくて、何食べさせたらいいか分からない、どれぐらいあげたらいいかっていうのを分かんないっていう方も、その診断あるんで、もう問題なく、どんな人でも適用できるのかなっていうところの、こういい診断ついてました。さあ、これも見てみよう。これなんだろう、説明書いてるやつかな。開けてみよう。みちゃんが気になる。ほい。
ベトコトフーズさんの関わり持ってる方たちの紹介とかですね。あとは、ああしっかりこういう情報も書いてるのか。兄ちゃんが食べたそうにしてる。舐めてる舐めてる。はい。まあ全部で4種類ですね。ビーフ、チキン、ポーク、フィッシュ、のご飯があります。で、ベトコトフーズさんは、ほんと安心安全な国産食材を使用した手作りご飯なんですよね。で、自然な肉とか野菜っていうのを調理して、添加物は一切使わず、まあ本当に人向けの食品として製造管理してるっていうことですね。で、あとここにもやっぱ書いてますけど、これちょっとベトコトさんに聞いたんですけど、なんかすごいんですよ。どうやら世界に90名しかいない欧米栄養学博士の専門資格を持つ獣医師、と一緒に開発してるっていうところで、安心できる内容てんこ盛りっていうところでいいですよね。まあ本来ワンちゃんに与えるもののいいものとしてやっぱ手作りフードが一番いいっていうのがね、実態としてはあるんですけど、しかも美味しいとやっぱり食いつく率が 95% で継続率が 93% っていうね、本当なんかまあみんなに愛された証拠と、その安心材料っていうのが食材からもそうですし、これを一緒に作っていった人っていうのもそうですし、え、食べる？もう食べよっか、話長いね、いっか、食べよう。ちょっと待ってよ、今準備していたんですけど、すごいこれ。じゃん。裏面でグラム数とかが書いてあるんで、どれぐらい上げたらいいかって、ね、測らずいけますね、これ。超便利。まあ今日は、ねみちゃんはフィッシュもポークもどっちも上げるんですけど、初めてなので、まあ少しだけお腹壊さない程度に上げていこうと思います。これからしばらく食べれると思うと嬉しい？みーちゃん。まだわかんないか。食べてないもんね。ちょっと待ってて。あっちはもういいの？ねえ。こっち？はい、できました。ゆみちゃんはもう大喜び。匂いで分かってるのかな？美味しそうだよ。さあ、では、実際にゆみちゃんに与えていこうと思います。はい、ゆみ、ハウス。ハウスして。ハウス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 できないの。ねえ、ご飯あったら、それ。はい、待て、待て。待て。待て、待て。はい。で、こっちが、待て。ポーク。そしてこっちがフィッシュですね。まぁ、ちょっと量は少なくしてるんですけど。さあ、ゆみちゃん、どっちを食べる？ちょっと真ん中で、こうやって見てあげよう。よし！によってによって。どっちがいい？あ、こっち行った。フィッシュ行きましたね、ゆみちゃん。いつもポークを使ったフードだから、もう飽きてんのかな、匂いに。うわ、がっつくがっつく。ちょっと、ゆみちゃん、すごいがっついてる。嬉しい。だって食べ終わって、ちょっと気づいてないけどね。で、こっちも行った。すごいがっつきが。ちょっと待って、俺も食べたい、ゆみちゃん。ちょっと待って、これちょうだい、俺。完食、こっちも。さあ、ちょっと人間も食べれるんで、いただきます。美味しい。普通に美味しい。ゆみ。もちろん人間も食べれますし、やっぱ手作りフードっていいな。ちょっとますます気に入ってきたな。ベトコツさんって獣医師さんだったりペット栄養管理士さんに LINE とかで簡単に相談も受けたまってくれるみたいで、いろんな食の悩みとかあるじゃないですか。まあそういうところとかもね、体制として作ってくださってるの、やっぱワンちゃん思いの会社ですよね。まあちょっと詳しくとかは概要欄の方にも書いてるんで、皆さん見てみてください。いやでも一瞬で終わりましたね。もう食べ終わってもペロペロする姿とか久しぶりに見た。あんだけ食べなかったみーちゃんが一瞬ペロッといっちゃいましたね。まあこんだけ食いつきよくて、新鮮な肉とか野菜調理して、保存料、着色料、添加物も一切なしで、人間向けで僕も食べましたけど、やっぱ美味しくて、まあそういう製造管理してくれてるものだったら、やっぱ安心感ありますよね。みんなこれは確かにリピートもすると思うし、食いつきもいいですよね。ほんと美味しかったです。ふみちゃん、もうないよ、もうこれ空なの。はい、ちょっとお水持ってきてあげると思います。はまりそうだなぁ。ゆみちゃん、ゆみちゃん。ふい、ふい、ふい。お水どうぞ。なんだよ、飯じゃねえのかよって。これ、美味しいかな。お水だ、やめた。水はいらんか。
まあ手作り食品はね結構水分も多めに取れるんで、水飲まない子とかもいいですよね。はい、ということで最初に触れていたちょっと診断、これもちょっとねお見せしたいなと思うんで。はい、ということで、あらみーちゃんこっち来て一瞬でうんこいった。ちょっと診断法やっていきます。はい、ではこんな感じですね。開いたらこんな感じで、ここで無料でフード診断するっていう項目あるんで、でフード診断したら10個の質問を答えるだけで適正なフードこれですよって教えてくれるってやつですね。みーちゃんこっちやめてねえ、それやめて。はい、そしてまずはお名前入れます。次へ研修、研修入れます。女の子、はい、はい、ちょっとカメラで手持ってたんですけど疲れたんでやめました。はい、28、次体重、はい、つ活発ある。こんな感じでね、何がアレルギーあるかって、まあ知ってる方はその知ってる範囲で入れてあげてください。はい、健康上の悩みとか拾い上げてくれますね。炎色、アレルギー、涙やけ、まあ自分の悩みとか入れてみてください。さあ診断結果、ダーン。さあ商品開発担当者の佐藤獣医師さんがみーちゃんの結果を教えてくれました。適度に運動、スタイル抜群タイプ。みーちゃんの適性はポーク、フィッシュ。与えたいフード 88g っていう感じでね、まあいろんなみーちゃんの情報をね送ると教えてくれます。体重も理想的ってかいう風に書いてますね。はい、こんな感じです。便利なんでやってみてください。はい、ということでペトコツさんありがとうございました。みーちゃんの可愛いネームの入った運動、大変みーちゃん気に入りそうだね。美味しかったのもんねはい、皆さんも概要欄載せてるんで興味ある方は見てみてください。本当安心安全で国産の食材使った手作りご飯、食いつき 95% 継続 93%、 そしてなんか1000万食突破っていったみたいですね。まあその裏付けが世界に90名しかいない欧米栄養博士の専門資格を持つ獣医師さんが開発した栄養学に基づいたレシピで構成されてるっていうね感じです。どうしてんのということで、しばらくみみちゃんこれ楽しんでもらおうと思います。美味しかった？みみ美味しかったね。あご、お手、下くぐった、お手、お手、あごじゃない。はい、ではみみちゃんちょっとずつねこれからフードのトッピングとして僕らまずは使ってみようと思います、慣れるためにも。ではみみちゃんゲップしてバイバーイ。